ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱ助けかてめえ。カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ、カリン、人質に取られるようじゃ足でまとい。てめえ絶対許さねえからな。すまなかった。弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに、彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな、俺の妻も。兄じゃ、思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことが。ん？戦場に向かうのはいい。だが、本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っている。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろ、ということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが。オロチマルとやる。お前は、まあいい。他のものが問題なのなら、試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。で、こちらはサスケ君に銃、あと水滅。あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が。カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで。バカな、かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。行くぞ。あー、始まっちゃったよ。アミジン、分かっているな。こちらも思い切りやらねば失礼ということだな。違う、なりきりすぎるなってこと。少し本気を出してってみようかの。この戦いで認められたら、僕ら戦争に参加しなきゃならないんだよね。じゃあ、逆にここで手を抜いて負けておけば。水月。はいはい、ただ言っただけだよ。分かってるよ。では聞かないよ。Yeah!
行けてる。そのようだ。この感じ何か仕掛けてくる。おさっとすんじゃねえ。引き出したし。エントンスサノオカグツチ。燃え尽きろ。さて試してみるか。なんかヤバそうなんだけど。木竜の術。木竜の術。行くぞ。こっちだ。こっちだ。一発のことを口にしてもこの程度の実力ではない。いや、どうやらまだ本当の実力を出し切ってはいないようだ。さて、ここからどう巻き返すか見ものぞ。木竜の術。くれよ、木竜の野郎だ。行くぞ。黒龍の術。我らを相手にここまで粘るとは。これだけの力があれば。評価を下すのはまだ先だ。最後までやらねば奴らの力を見極められる。ここだ。ぬ、何を遊んでいる。水遁水晶波。水月、やっぱ僕だよね。あまり長くは持たないよ。十五。アマテラス。やりおる。褒美の術。さてどうする。ここだ。こやつ。このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。ああ、
想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。待たせたな。いえ、それで結果は？うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。木陰たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争だ。気を引き締めていかんとな。アダロン、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。